こんにちは、ミスターマイアミさん。即可塾の久保です。いつも動画をありがとうございます。今回はですね、マイアミ、そう、ハリケーンの本場ですよね。こちらの方の災害対策の中でも学びがいくつかあったんですけども、まあ、2つぐらい今回ピックアップしようかな。1つはですね、避難所に、まあ、泥棒とかスリが現れる危険性があるというね、さすがアメリカだなと、火事場泥棒っていうのは未だにいるんだなというたことですよね。まあ、日本ではもうほとんど見られなくなりました。要するに、弱い者同士が集まった時に、そこにつけ込むっていうのが、まあ、一種ね、あの、 泥棒の中でもモラルがあるんですよねきっとねなかなか起きないような気がしますその代わり、えー、と病気がね流行ったりとか伝染病ですよね伝染病って言っても重大なのじゃなくて。 風邪ひいた人がいるとそこで避難所で風邪が広まっちゃうみたいなことがあるみたいでね衛生とかにはかなり気をつけないとな、ね、ってところでございます特にトイレとかの事情がすぐ悪くなるんでその辺ねデリケートな問題になってくるのかなというところでございますねでもう一つはですね学びがあったのをピックアップするのはやっぱお金持ちってすごく対策をしてるなってところですよ で私は自宅を中心にって感じてたんですけどもお金持ちの方はじゃあ何もない平和な自分の他の家に行こうかなって感じで気軽に、ね、こう出かけちゃうってことこですよね私も最近思うんですけども東京に、まあ、出かける際にその時に首都直下地震が来たらどうしようかなと思うんですよねだって普段は災害に縁遠,遠い所にいるわけなんですよ で、ここにずっといればいいのにたまに用事でたまたま行った時にそれに見舞われちゃったらリスクエッジしても意味がないなってことなんでだんだんとね東京都心とかまあもっとね言えばあの出かけることをやめようかなって感じなんですよ日本にいる間は。で出かけるとしたらもうね、えー、海外ですよねまず1つ目はインドネシアに居住地を持とうと思いますんでまあそちらの方でね災害がなさそうなところに家を建ててそこでのんびりと暮らそうかなっていう感じですけどね。 まあそういうふうに考えております。うん、やっぱり、ね、発電機を持ってる方がいるっていうのもそうですよね。謎けるところかなと思います。ただやっぱり懸念するのは、多分大きな災害が来るとインターネットももう寸断されるので、多分電気が通じてスマホが復活しても、うんあまりにも大きな災害だと通話不能みたいなことも起きるんじゃないかなとか思っちゃいますけどね。はい、えー、なかなかねマイアミのウィルウィリ対策。 ハリケーン対策、すごい腰が入ってるなと思ったばかりですけども、やっぱり我々も普段から何かをしとかないといけないですね。で、それで今回はですね、質問というよりも、ミサ・マヤミサにもしかしたら関係があることかもしれません。今日の動画、あの、更新情報の中でですね、サムネイルの作り方っていうのを、私のやってるのを2つ紹介しておきましたので、ご利用いただければ幸いでございます。それではですね、この黒い <laughs>、 なんかアロファみたいな格好でね夏休み気分満載の速座塾の久保が広島からお届けしました、えー、またね近況報告などいただけたら幸いでございますこちらもですねまたミスターマイヤミさんに聞きたいことを用意しておきますんでね楽しみにしておいてくださいそれでは失礼します